はい、皆さんおめでとう。こんばんは。はい、今日もやっていきましょう。はい、今日の、僕の、なんていうんですかね、面白い出来事を、ちょっと話していきます。おもんないかもしれないですけど、はい。おもんなかったら、おもんなかったーって言ってください。はい。今日はね、朝、家から出るときに、傘持っていかなかったんですよ。傘持っていかなかったら、出て、駅に向かってるときに、めちゃくちゃ降ってきて、で、傘持って出なかったんで、もうでもちょっと引きが、もう今から引き返せやんなと思って、ほんでコンビニに行って、コンビニの傘を今まで人生で買ったことなくて、まあでも300円ぐらいやろみたいなね、感じで、レジ持ってったら、700円って言われて、傘700円かと思って、なんか、高級な傘を買えそうな値段やなと思ったんですけど、泣く泣く、やっぱいらないですっていうぐらいの、雨の、降ってる量じゃなかったんで、買いました。はい。とても無駄金を使った気分です。はい。ちょっとね、700円分無駄なお金を使ってしまったんで、まぁ、ちょっとね、節約をしていきたいと思った今日の一日でした。はい。今日はですね、二つのタイトルにね、分けてやっていきたいと思います。まずですね、明日からね、交流戦始まります。はい。去年はね、いい感じでね、行ってたのに、最後ね、ロッテと日ハムに、最後6連敗してしまってね、もうなんか、ね、6連敗がなかったら、もしかしたらね、いいとこまで行けてなっちゃうかなっていうふうに思った交流戦でした。はい。で、ちなみに、今年も最後の、週に、ロッテと日ハムの、ホームですけどね、試合があります。はい。去年ね、やられてる分、絶対にここホームなんで、何があってもやり返していかないといけないと思うんで、はい。そこまで、なんとかね、いい状態をつなげられるように、明日からね、ソフトバンク戦、始まりますけれども、ソフトバンクで、毎年毎年、格上格上って言われます。でも、毎年結構いい印象、試合してる印象があって、強い時の方がね、なんか負けてたんかなっていうふうに思ってたので、いい形で、ね、交流戦前の試合を終えてるので、明日からもね、いい形で入っていけるかなっていうふうに思いますけれども、はい、皆さんなかなか気になるところが DH は誰なのかなっていう、コメントでもいただいてましたけれども、DH は誰なのかっていうところになってくるんですけれども、現状を考えると、ね、鵜飼を DH で行くのか、はたまた石川昂弥を DH にして、サードに高橋周平を入れるのかっていう、ぶっちゃけここ2つぐらいの、判断になってくるのかなと思いますけれども、鵜飼が若干当たってはきてたんで、ちょっとスタメンに入れても面白いかもしれないですね。はい。引っ張りの打球ね、2試合続けて代打ですけれども、打ってたんで、ちょっとこういういい感じになってきたときに、やっぱり打席数を与えてあげないと、ちょっと本人のためにもならないかなっていうところあるんで、でもなかなかね、ソフトバンクのピッチャーとか、バリーグのピッチャー本当レベル高いんで、思ったようにはいかないと思いますけれども、どうなるのかなっていうところです。はい。でも現状、どうなんですかね。鵜飼で行く可能性が一番高いのかなっていうふうに個人的には思ってますけれども、でも高橋サードっていう線もあるのかなと思ってます。はい。で、あとは、交流戦の話はここまでで、で、今日はね、高橋周平選手がですね、なんと海外 FA 権を取ったと。はい。ニュースが流れてきましたね。はい。皆さんご存知だと思いますけれども。はい。ほんまにね、ネタ抜きにして話すと、海外 FA 権がなんて言ってる立場の選手では、とてもないなっていうのは、皆さん現状見ててもわかると思うんですけれども、海外 FA 権がどうのこうのより先にクビになる方が可能性が高いんじゃないのかっていう風なレベルに達してきてるので、この間の巨人戦、スタメンだったじゃないですか。あの時に、ね、デッドボールにばっかりフォーカス当てて、見てしまいますけれども、その前に2打席あったわけですよね。その前の2打席が、
まあ、やっぱりチャンスを全く生かせてなかったっていうのは明らかだったので、まあ、もうあれで果たしてラストチャンスが終わりなのか、まあ、それともね、あの個人的にですけど、まあ、あの交流戦で、まあ、パ・リーグの選手にもね、パ・リーグの選手というか、まあ、あのパ・リーグの球団の人たちにもサードを守れて、まあ、ある程度打てますよっていうのを証明させるために出させるのか、どういう風にするのかなと思ってますけれども、まあ、どうなんでしょうね。でもあのドラゴンズ結構ドラフト1位の選手の扱いはあんまりその雑ではないんで、まあ、優遇されるのか、果たして、まあ、立浪監督ね、結構もうほんまに、大技を振るってね、もうチームを改革させよう、変えようっていう風な意識はすごい持ってる監督だと思うんで、まあ、ドラフト1位だからとか、まあ、そんな関係ないかもしれないですね、もしかしたら。はい。じゃあ、これね、作ったユニフォームなんですけど、これまた、もう、あれなんですよ、僕あんまりもう、まあ、もしね、これもう他球団に移籍とかしたらもう絶対来ないですけど、まあ引退とかした選手もあんまり来たくないんで、またね、もしかしたら誰か作らないといけない、まあ買わないといけないっていう風になってくるんで、まあ次ね、誰をちょっと応援しようかなっていう風に個人的に思ってるんですけど、まあ誰がいいですかね。誰がいいんやろ、ほんまに。ちょっとまた考えてみます。はい。で、あとは、最近思ったことなんですけど、まあ、権藤博っていう、まあ、解説者の人が、よく、なんて言うんですかね、まあ、偉そうにドラゴンズのことを語っていらっしゃいます。はい。で、この間実況じゃない、横浜の2試合目の時に、解説してたんで、まあ、それもちょっと聞いてはいましたけども、まあ、なんて言うんですかね、結構なんか部外者みたいな立場で、なんか、こんなことするな、こんなことするなとか、なんかいろいろ言ってますけど、てかそもそも、あなたが、コーチに来た時から、ドラゴンズずっと弱くなってるわけですよ。なんかそれをまるで、なんか、何の責任もなかったかのような話をずっとしてますけれども、なんかすごいあれが気に食わんなと思って、で、ね、立浪監督がどうのこうのとか話してますけれども、いやいや、お前、コーチの時に、なんかずっと、ベンチのとこでこうやって立てただけ、で、ほんで、なんか、ピッチャーもね、結局全部壊してもてとか、ほんまに、なんていうんですかね、全く何のいいイメージもなくて、ほんで、なんか最近シャシャリ出てきて、なんか偉そうに語ってて、まあ、最近中日ファンになった人は、多分、権藤博が、まあ、コーチやってたとかは知らないと思うんで、まあ、なんていうんですかね、ある程度、まあ、立浪のことを批判しといたら批判してくれる、それに賛同してくれる人もおるやろ、みたいな感じでね、言ってるかもしれないですけれども、まあ、ほんまにね、なんていうんですかね、悪い言葉で言ったらほんま老害やなっていうふうに僕は思ってます。はい。じゃあ、まあ、それぐらいになるんですけれども、はい。また明日から交流戦ね、始まるんで、とにかく頑張っていきましょう。交流戦、僕はとりあえず大宮に行く予定です。はい。大宮をね、ドラゴンズで、ドラゴンズの多分ね、熱いファンの方たちがたくさん来られると思うんで、非常に僕は楽しみにしております。はい。まあ今年福岡も仙台も行けないんで、まあできるだけね、名古屋の試合は行くようにして、はい、頑張っていきたいと思います。じゃあ今日も試合のね、ない日ですけれども、ご視聴いただいた皆様ありがとうございます。はい。じゃあまた明日からね、頑張っていきましょう。はい。じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。